カホン香港ケントチャンネルケントです。今日はね、今これ撮ってるオズモポケットと、あとここに見える GoPro Hero 7、どっちがね、歩いて動画を撮るのに適してるのか検証していきたいと思います。まあもうみんないろんな人がやってるんですが、まあこんな感じで、ピークデザインのリュックに GoPro とオズモポケットを体にマウントしてブツブツ話しながら散歩していきたい、散歩じゃねえな、歩いて、そういうブツブツ歩きながら歩くのに、撮りながら歩くのにどっちが向いてるのかを検証していきたいと思います。 GoPro はね、単純に、スーパーワイドじゃないな、どちらも1080の設定で撮ってるんですが、こちらは、スーパーワイドで撮って、スーパーワイドじゃないや、普通のワイドで撮っていこうと思ってます。で、オズモポケットは、ジンバルの設定を、FPV モード。なぜ僕が FPV モードを使おうかなと思ったかというと、FPV モードってね、カメラがこう斜めになると、画像も斜めになったりとかするんで、平行が撮れないんですけど、まあ基本的にね、平行撮る必要性のない、しっかりしてるところなんで、手ぶれだけなんとかしてくれればなんとかなると思うんで、それでちょっと検証していきたいと思ってます。ではちょっと歩いていきたいと思います。さあ、今ね撮影ボタンを押して、2台が、正面を向いている状態ですね。まあね、撮った後の動画を、早回ししてみたり、そういった時の、状況とかもちょっと含めてやっていきたいんで、よし、行こう。今日はこれからね、一応、ミーティングのために中国に向かうんですが、ミーティング終わったら早々にちょっと香港帰ってこようかなと。最近ね、ちょっと体調あんまり優れなくて、なんだろうな、なんかちょっとね、風が長引いてるんで、早く治ってほしいんですけどね、こんなに体弱かったかなって時々思うんですけど、まあ、ちょうど40も超えたんで、そういうのもあるのかなと思ってます。さあ、これね、僕は GoPro はいつもやってるんで、こういう撮り方しても全然問題ないのは分かってるんですけど、オズモポケットをここ、リュックのこのベルトにマウントして歩くのは実は今回ちゃんと歩くのは初めてです。結局歩いてる動画で一回も使ったことがないっていう、まあそれで言うとね、固定とね、フォローモードっていうのは試したことあるんですよ。で、ジンバルの設定についてもちょっとまた検証し、話していきたいなと思ってるんですけど、今回は FPV モードっていうのを使っていて、斜め、こう体を斜めにすると画像も斜めになるし、GoPro もなるんですけど、そう。で、比較的ね、GoPro を使ってる時と同じような環境で、使える。で、片や、メカニックジンバルで、片やデジタルジンバルなんで、デジタル手ブレ補正かなんで、どうなっていくかな。さあ、ちょっとこれからバスに乗ってボンコック側に出て電車に乗り換えるので、一旦バスの中 の撮影はしませんので切ります。では、バスは歩いたんで、また歩きながら行きたいと思います。ちょうどね、確かここエスカレーターかな、階段があったから階段登ったりするのどうかなと思って、あれなんですけど、いや、やっぱね、こうして歩きながらこうブツブツ喋ってると変な人に見られ思われがちですよねでも、そうか、これで風も結構あるんで、ほら、風が揺れるぐらい風結構あるんで、風切り音の対策とかもね、GoPro の方はね、もういろんな風、いろんなじゃないな、風切り音対策ちゃんとやってるんであれなんですけど、オズモポケットは全く風切り音対策してないんで、単純にこのマイクを、正面ではなくて、この自分の方に向けて、内側の方に向けてるだけなんで。真正面から吹く風には多分それなりに強いんだろうけど、反対から吹いたりとか後ろから吹かれたりとかすると弱いのかなとか考えちゃったりとかしてますね。お、エスカレーターの他に階段がある。よし、
ちょっと文面の力を使わずに階段で登っていこうと思います。やっぱね、階段で振動を与えてみないとどんな感じになるのか。いやー、うわ階段長っ。さあ階段登ると結構無口になれる。いやよいしょ。ああ着いた。あの毎朝これぐらい人いっぱいいるんであれなんですけど、これが僕がいつも中国に行く時の電車へ向かうルートですね。よいしょ。リュックに乗ろうとしてるから、あのリュック背負ってない時撮るのはね、外したりして撮るのもまたあれですし、なんかちょっといろいろ考えないといけないなっていうのが、そういう意味ではこの歩き動画オズモポケットでできたらいいなっていうのが、オズモポケットだったらねすぐマウントから外して手持ちに変えられるんで便利ですよね。よし、ついでにエスカレーターもテストできる。あ、息が切れた。そうそう、ちょうどねオズモポケットと GoPro の間でブツブツ言ってるんで、その声もどんな感じで撮れてるのかちょっと楽しみですね。息が切れた、すいません。さあ、電車駅着きました。いや階段自力で登ると結構体力使う。これから中国なんだ。もう今日は会議が終わったらすぐ中国から帰ってこようと思ってるんで、もうちょっと体をいたわらないと。ということで、ここら辺で終わりにしようかな。さあいかがだったでしょうか。ね、まだ僕も編集してないんでわからないんですけど、これから編集して、動画にしていきたいと思っておるんで、もしよろしければ見ていただけると嬉しいです。本日以上です。本日の広東語はデイリー、地下鉄のことですね。デイリー、ま、何かで使うことはないかな、ないかもしれないけど覚えてみてください。定期。本日以上です。ではまた。